東京ジャズの特徴はやはり、まず、レイブでないこと、それから、青天井でないことですね、あの空間でジャズフェスティバルが行われるというのは非常に変わったことで、高級な大きなホールで行われるジャズフェスということで、拡張がねやっぱ半端じゃないっていうね、変な焼きそばとか売ってないタイカレーとか売ってないんだっていうことですね。ですので、ね、もう大変な拡張高い、フェスですので非常に興味があります。はい、どのフェスもいいとは思うんですよね。ですけど私が理想的だなと思うのは、例えば真夏の夜のジャズっていう記録映画に描かれてるニューポートみたいな、そのフォーマルでありながらなんか櫓が立って、あの海辺に櫓が立ってるような、海の家にドレス着てきてるようなね、ああいう50年代のアメリカじゃないとありえないような、あれが一番素敵だなと思うんですけど、まああれは望む、今は望むべくもない文化的な状況ですので、まあその点東京ジャズは海辺でこそないですけど、かなりフォーマルな感じですので、一番最初の、オファーはデートコースペンタゴンでいただきました。それは、今年がマイルス没後20周年ということで、マイルスイヤーだということにちなんでいたと思われますが、オファーをいただいて、ほどなく、例の震災が起こりまして、あんまりその、まあ、つまり節電というようなことが、社会問題になり、我々のバンドはご存知の通り大変な電力を使いますし、11人も頑固に揃えて大騒ぎするバンドですので、まあ、そういうなんか自粛ムードの中でちょっとデートコースはないんじゃないかと、もっとしっとりとした電力のかからないペペトルメントアスカラールというもう一つ私がやっているオルケストラがありまして、そちらは濃密な夜 の、 セクシーな音楽ですから、アムールな音楽なので、そちらに一回オファーが切り替わったんですが、こういう時期だからこそパッとデートコースでっていう方がいいんじゃないですかというふうに、申し上げたところ、はい、それで結構ですということで、最初に戻りまして、はい、デートコースになったという過程を踏んでいます。今年の、1月に、はい、新宿文化会議センター大ホールというところで、ライブをやりまして、これが、我々が結成以来最初に行った大規模なシッティングのコンサートだったんですね。で、まあ、このバンドはそもそもマイルス・デイビスの70年代の音楽並びに菊池正文さんの80年代の音楽というのをセントラルドグマといいますか、まあ、一つみこしに立ててやっているバンドですの で、 でこの2つの音楽はどちらも、座って聴かれたものであって、マイルスの音楽は、生涯クラウドが立って踊り狂って聴いたということは一度もなかったけれども、マイルスのアイデアの中には、まあ、オン・ザ・コーナーというアルバムが端的ですけど、
街角で踊ってるガキたちに、聞かせたいという気持ちがあったんですが、まあ、届かず。で、まあ、その意思を継ぐというようなイメージで、マイルス、エレクトリックマイルスミュージックみたいなものを踊って聞くというコンセプトで始めてますので、ずっと踊ってきたわけですね。で、文化センターで試しに、文化センターはそういえばマイルスも来たことあるし、文化センターはないか、高専電機だな、まあちょっとそれてますけど、はい、来たこともあるし、シッティングになったらどんな風になるんだろうと思ってやってみたところ、1曲目から全員お客様が立ったので結局スタンディングになりましてシッティングならずと、いうことが起こりました。シッティングならずとなってしまえば、私も経験ありますが、クラブと違ってホールコンサートというのはこう自分の区画がですね、非常に人間立って半畳寝て一畳といいますが、このぐらいの隙間の中で立ってですね、踊らなければならず、非常に窮屈なので、かえって窮屈な目に合わせてしまったなと、とはいえ一方、今日本には、まず第一にマイルス・デイビスのファンだというお父様方、日本公演のライブ版であるアガルタ・パンゲアに代表される70年代のエレクトリック・マイルスが好きで好きでたまらないという、お父様方が、まあ、やはり何千人かいらっしゃるのではないかと推察され、はい、でこのお父様方はなんかどうやらそんな音楽をやってる若手のバンドがあるらしいよと、デートコース・ペンタゴン・ロイヤル・ガーデンというらしいが、クラブでやってるようなんで、いけないなと3時間踊るのはちょっと椅子がないのかねということで、まあさ聞く、まあ、CD なんかは買っていただいたりして、でまあなかなかいいねとよしんば思っていただいても、これはライブは無理だなと、だって若い人たちが踊り狂うんでしょディスコみたいにというふうにいうことで、最初から諦められてしまっている方がやはり何千人かいらっしゃると、推察しています。今回は私の方からこのバンドの元々のファンである若いガキどもに立つなとどんなことがあっても立っちゃいけないと、それどうしてかというと、座って初めて聞くお父様方の邪魔になるので、今回はとにかくどんなに踊りたくなっても、立つのではない、立ってはいけないということをよく言い聞かせておきますので、まあ、言い聞かせたからといって言う、そのまま聞いてくれるかどうかは別問題ですが、一応言い聞かせますので、お父様方におかれましては、座ってゆっくり聞けますよと、いうことを、私の方から保証させていただきますので、今までライブ聞きたかったけど聞けなかったなというお父様方に来ていただきたいと思いますね。そうですね、一番、はい、かっこよく大げさに、素晴らしく言えば、はい、1960年代から続いている名門、インパルスレーベルのアジア人でのというか海外、アメリカ以外の、はい、国籍のミュージシャンで最初の契約アーティストに私がなりました。はい、はい、というとものすごいことのようですけど、大変な記者会見でも開かなければいけないようなことに聞こえますが、まあさほどのことではないというか、いやもちろん素晴らしいことですが、
インパルスのジャズレーベルとしてのピークっていうのはやっぱ60年代と90年代にありまして、最近はあのリリース数も減り、過去タイトルを CD 化するというようなことがメインの業務になっているところでしたので、ちょっとずつまたこうレーベルの活動をやっていこうと、しかもまあワールドワイドにやっていこうということだと思うんですよね。でまあそれに選ばれたことは、とても光栄な、あの第一にはとても光栄なことですし、第二にはまああんまりそのよ余計にいい夢は見るタイプじゃないですけども、まあうまく売れたりちゃったりなんかして、評価されちゃったりなんかして、枚数も出たりライブにお客さんが入ったりっていうことになれば、それで、それはそれに越したことはないというか素晴らしい、ことで、あの非常にメンバー一同嬉しく思っています。はい、いいんだったらみんな見たいですよね。注目って全部注目じゃないですか。上原さんは今ノリに乗ってますし、セルジオ・メンデスが来るのも嬉しいし、コーシモードは友達ですし、ルグランがトリオで来るっていうのもまあね、コース感にはたまらない、ベーシーオーケストラの水準はもう安定的ですし、寺井さんのスター性、ケニー・バロンの渋さそして日本を代表するジャズメンバー日野さんも出演され、まあラウル・ミドンがちょっと静かですけどこれはこれでなかなか渋いものもあり、まあなんと今回ジャズ・ボー・ジャパンというか、西海岸系の、名だたるスタジオミュージシャンによるセッションが行われるということですね。これはもう一日も目が離せない、どの日に行こうか、投資券になったら欲しいなというようなフェスだと思いますよ、本当に。はい、でもまあデートポスメントが一番わけのわかんないことになると思いますのであのぜひ2日に来ていただきたいと思いますけれども、